はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、そろそろ月末なんでいろいろと到着し始めておりますが、まずプレミアムバンダイからデラックス超合金のカイロスプラスアーマードパーツが届いております。これは注文した方、皆さんのご自宅にも届いてますかね。あとセイントセイヤ好きの僕、待望の商品なんですけども、シルバーセイントのセイントクロスマイス、ケンタウルスバベル、この辺が到着しまして、あと一般販売のものだと、このボデロイドのゴッドグラビオン、我が家にも到着しております。ただ今回はこの辺のお話をしたいわけじゃなくて、本題はガンダムネタなんですけれども、僕のチャンネルもね、たまには今のガンダムの話をさせてくださいよ。で、2022年11月、今月のガンダムのロボット魂だと、この辺を購入しております。これはちょっと前に発売されたガンダムエアリアル、シリーズナンバーは301番で、バージョンアニメニュージェネレーションって書いてありますね。主役ガンダムはなんか必ず1体はね、立体物が欲しいと思ってるんで。そしてこちらも最近発売されました、シリーズナンバーが302番のガンダム EG8 オブザファーストジェネレーションって書いてありますね。といってもこれ90年代の作品だから、ファーストガンダムの時に小学生だった僕ももういい大人になっちゃってましたけどね。僕はどっちかというとこっちのガンダムの方が思い入れが強いんですけど、 V 字アンテナついてなくてもこっちの方がガンダムに見えるという。エアリアルとこれがなんか連続で発売されるっていうのもなんだか不思議な時代が来てますね。ロボット魂は結構動画にされてる人がすでにいらっしゃると思うんで、ちょっと軽く中身だけね見てみましょうって感じなんですけれども、ただ僕と同年代ぐらいの皆さんだと、もう新しいガンダム見てないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、せっかくだから、こういう機会でもないとこのモビルスーツ見る場面がないかもしれないので、ぜひこの映像で見といてください。これが今のガンダムですよ。女の子ガンダムですね。そう言ってる僕もこのガンダムそんなに詳しいってわけじゃないんだけど、とりあえず関節を動かしてみますと、付属品がね、なんかシールドがバラバラになったりするんですけど、ちょっと遊び方がいまいちよく分かってないので、とりあえず後ほど説明書読もうかなと。水星の魔女ストーリーも、いい感じに黒くなってきてますからね、僕はとりあえず毎週楽しみに見させていただいております。続いてガンダム EG8 の方を開封してみようかな。このガンダムは僕的には完成品トイだとなかなか決定版っぽいのがないなみたいな気がしてて、ハイコンプロも持ってるんですけど、あれ小さめだしね。だからこのロボット魂版期待しておりました。僕の場合は Amazon で無事予約できて買えたんですけれども、関節の可動とかはこれまでの EG8 の中でも一番動くのかな。首は結構後ろに反るね。このアイテムに対応したオプションパーツセット、今回はジェットコアブースターも付属してるらしいんですけども、そちら同時発売なんですが、自分はまだそちらは入手しておりません。足の関節も膝はこのぐらい曲がるし、片膝立ちとかも難なくできるようですね。ちょっとネットとかで見かけたんですけど、脚部のパーツがこのすねのところのアーマーが左右同じものになっちゃってる製品があるってことなんですけど、ここね、僕のもそうですね。これ両方とも左足用になっちゃってるらしいです。これ交換してくれるのかな。ただ僕どっちみちね老眼なんであんまりよく見えてないですけど、結構脚部の可動箇所とかが多いので、腰のマガジンも取れますし、あと脚部のビームサーベル収納ラックとか、背中のバックパック、ランドセルも展開可能。シールドも取り付けてみました。
その他付属品もエフェクトパーツ、装備類がこうやって付属してるんで、まあ、これは楽しそうだね。さあ、ただどっちかというと今日の本題はこの後なんですけども、まあ、僕がガンダムの話をしたいということは、まあ、皆さんと共有したい話題があるということなんですけども、そう、ガンダムローズ、まあ、これは G ガンダム放送当時のおもちゃなんですけれども、まさかのこれが HG でガンプラになるという、まあ、サプライズな情報を入手しまして、まあ、ちょっとプレミアムバンダイってことなんで、まあ、予約してみようと思ったんですけれども、HG で完全新規造形で登場ってことで、まあ、僕らの願いが届いたのかな、まあ、これが予約開始日のお昼頃に予約スタートしたのかな、まあ、僕その日の夜に、まあ、予約しようと思ったらもう在庫なしになっちゃってて、まあ、この動画を公開している現状まだ予約できておりません。これは二次受注とかないんでしょうか、まあ、とりあえずこの商品の紹介ページの URL を、まあ、概要欄に貼っときますので、まあ、興味のある方はご覧ください。まあ、ただ買えるかどうかがちょっとわからないんですけど、いやーでもガンダムローズまでこの売り切れになるとは、いやもう最近のガンプラ状況がよくわかっておりません。まあでもこの調子だとね、他のシャッフル同盟の機体も発売されるかもしれないってことで、まあ、この HG のガンプラで揃う時が来るのかもしれない。だけど買えるかどうかがわからない。この2020年代に G ガンダム推しのチャンネルとしては揃えたいんですけれどもね。まあ、ということは90年代のガンダム関連のメカの立体化が今ちょっと来てるんじゃないかと思って、僕がガンプラ化をリクエストしときたいのがまずこれ。これも08小隊に登場したアプサラス。僕が今持ってるこれはかつて食玩で発売されたガンダムコレクションだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、これの立体物もあんまりなくって、まあ、SD 体型のやつは出てたりするんだけど、まあ、ぜひこのガンプラとかで、まあ、144分の1スケールじゃなくてもちろんいいんですけれども、まあ、これよりちょっと大きめのやつが欲しいですね、まあ、G フレームとかだったらザクがねこう出し入れできるかもしれないけど、まあ、でもそれでも結構でかくなりそうだな。あともう一個90年代のガンダムに登場したメカだと、このビクトリーガンダムに登場したモビルスーツザンネック。まあ、これも食玩で、まあ、関節とか動かないやつなんだけど、まあ、作品の終盤の方でなかなか重要な機体だったと思うんだけど、まあ、当時ガンプラも出なかったし、どうですかね、この辺もなんかプラモデルかアクションフィギュアとかで立体化されないかな。これ欲しがる人いるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、そんな感じで毎月毎月たくさんのガンプラが発売されてるんですけども、まだまだガンプラになってないのありますよってことで、今日は個人的に発信させていただきました。じゃあ最後にガンダムじゃないけどおまけ情報で、やったみんな、ロボット魂でついにゲドが立体化だ。2022年11月25日から予約開始です。それじゃあ今日の出演者たち最後に全員集合ってことで、ただ僕女の子のガンダムっていうとどっちかっていうと、まあ、これがね頭に浮かぶんですけど、いやしかし G ガンダムも流れが来てるのかなっていうところで、まあ、僕もそろそろモビルスーツインアクションのウォルターガンダムあたりで遊ばないとね、というところで今日はそろそろお別れです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターもやっております。フォローまだの人はぜひ。ではまた次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。